皆さんこんにちは、本日はお集まりいただき誠にありがとうございます。なんとゴールデンウィークということで俺らしかいませんでした。みんなやっぱ休日なのでどっか行っちゃいまして、3人で今回は何かしたいなと思ってるんですけども、まあ、せっかくなのでステージにお絵かきをしていったらいいなって思ってます。なんか俺がお題を言うので、その動物だったり物だったりキャラクターだったり描いてみましょう。大丈夫ですか？よし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 、物ばかりがいいね。ってことで今回俺が描こうと思うのはミッキーミッキーです。ミッキー知ってる？ミッキー知ってるかい？ミッキーわかる？わかるわ。そうだよね、国民的キャラクター。ただ日本の国民的キャラクターなんだけど、多分アメリカ産なんだよね、あれね。やばいか、大丈夫かな俺たち大丈夫かな、これ。ちょっと不安だね、ミッキー描くのね。著作権的な問題もあるかもしれないしね。もうちょっと描けるとこだけ描いてみようか。もし動画が消されたらそういうことだ。じゃあちょっとまず輪郭描いてみるから待ってて。俺がページ塗りで、ミッキーといえばやっぱね、特徴的なのは耳なんだよ。で、俺が黄色のこのインクで耳を描く。はい、こんな感じ。ミッキーミッキーって、ミッキーってなんかでも絵で描いたことないかもな。で、こうじゃん。こう、丸い耳をこう、プラスで、描いていきましょう。ミッキーに命を吹き込んでほしい。目を、そう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 。いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。あ、いいじゃん。ミッキーには見えないけど、いいんじゃない？ミッキーってさ、ネズミだからさ。え、ちょっと待って、ねえやばいよこれ、消されるよ。じゃあ消されるよ、ウォルトに消されるよ。せっかく一生懸命描いた顔なんかおじゃんになっちゃったけど。はい、ちょっとさっきは事件が起きた、あれはさすがにウォルトにやられると思うので、もみ消しました。なのでステージ変えて違う絵、まあ、ミッキーなんですけど、ミッキーの、まあ、俺の思ってるミッキーとはまたね、ちょっと違うかもだけど、違うミッキー描いていこうかなと思ってます。てん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 たったたえたってて、てってて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 てちょっと狭いから描きづらいけど、これ上から見たらミッキーじゃない？すごい。あ、すごい。ぽいぽいぽい。いいじゃん。いいじゃん、いいじゃん。